それでは蛭谷選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想はいかがでしょうか。はい、本日の試合は那須川天心 VS 3人ということで変則的な試合ではありましたが、天心君がボクシングに行くというふうに知っていましたが、まさか僕がこう拳を交えることがあるとなんて思っていなかったので、今回拳を交えさせてもらえてとても嬉しかったというのが一つですね。はい。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか。そうですね、今回試合が決まったのがもう1週間ないぐらいだったので、できることって本当に何もないなとは思っている中ですが、いろんな方、ジムメイトだったりに、協力してもらって、僕が今持っている力をどう使ったら天心君と戦えるかという部分を考えて試合をして、やはりスピードだったりキレだったりインパクトだったりはすごい感じました。今回東京ドームでの試合ということでしたが、はい、その試合はいかがでしたか。そうですね、コロナのことで、フルには入れれない状況だったとは思うのですが、僕は高校1年生の時に一度京セラドームで K1 甲子園で試合をしていて、その時は、こんな野球場で格闘技の試合をするなんてっていう風に、感動したのを覚えていて、それと同じ感動をまた蘇ってきたじゃないですが、そういったことを感じました。試合を終えたばかりですが、はい、今後の展望を教えてください。はい、昨年の大晦日僕は柴田さんと試合させていただいて、で、その時も、急遽受けた試合であって、今回の試合も急遽受けた試合であって、どちらも公式の試合ではありませんが、格闘家というものは試合をするにあたってリングの上で自分のパフォーマンスをするだけではなくて、試合に向けて日々精進してそれがあってリングでしっかり自分を見せれるものだと思っていて、で、この直近の2回、3回ですね、もう1個前もライジンで急遽出場したので、そういう試合ではなくしっかり自分の実力を伸ばしきり準備をして、で、最後の引退試合をしたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、スポーツライターの瀬といいますけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。今引退試合ということを、はい、発せられましたけど、具体的にいつ頃っていうふうにご自分では考えていらっしゃるんですか。はい、僕の希望は、そんな大した選手ではないですが、いろんな意味でライジンには貢献できているのかなと思うので、今年の大晦日とかに試合をさせていただけたらと思っています。対戦相手とかの希望ってのはありますか。この選手とやりたいっていうのはありませんが、理想は K1 の選手と交えられるような試合ができたらいいですが、とにかくこう、勝てないんじゃないのっていう相手とやって、持っている力すべてを出して試合をしてみたいと思ってます。最近ミックスルールですとか今日みたいな試合ですとか、はい、いろんなルールでやってますけど、はい、最後はしっかりキックボクシングのルールでやりたいと思ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。結構おめでとうございます。ありがとうございます。こういう、前回もそうだったんですけども、はい、こういうシチュエーションで、はい、変な話、那須川天心の相手としてっていうような形で話が来るっていうことに対して、はい、そしてこういう変則的な試合での話が来るっていうことに関して、はい、
ファイターとしてこう複雑な思いみたいなのはいかがだったですか。そうですね、まあ、正直複雑な思いももちろんありますし、まあ、ただその僕はもうそのちゃんと日々練習をして試合が決まって試合をするという生活を送っていないので、まあ、今の僕にできることってこうなジムの管理をしていたりして、その中で試合の話が来て試合の話をいただけるということは自分が必要とされてて自分にしかできない仕事だと思っているので、前回も今回も受けさせていただきましたし、まあ、そこは胸を張っていきたいところではありますが、まあ、本当の格闘家ではない、もう格闘家ちゃんとした格闘家ではないんだなっていうふうに正直自分自身も思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい。英語格闘技熊川です。ダウンなんですけども、はい、あれはどうでしょう、攻撃が効いて倒れたんですか。あれはですね、映像を見てもらえば分かると思うんですけど、多分ボディ打ちながらだと思うんですけど足を引っ掛けられたんですよ。はい、そこは言い訳をさせてもらいます。今回はどのような作戦を本当は考えてたんでしょうか。そうですね、今回早速僕の YouTube とかにコメントで、倒しちゃいけないっていう約束だったんじゃないのとかあったんですけど、まあ、実際僕はこうしっかりこうブロックをしながら中に入って、まっすぐのパンチだと天心君はどうしてもこう避けるのがうまいので、まあ、中に入ったところでこうもう一歩後ろ足を持ってきて、フックのパンチを当てたいなと思っていて、まあ、タイミングを伺ってたんですが、まあ、やはりスピードが速くて、いつだいつだっていう風になってる中に3分経ってしまいました。どうですか、この悔しさを、はい、タイガー選手に託したいですか。そうですね、まあ、今日僕のセコンドでタイガーと、まあ、もう一人流星とついてもらったんですが、まあ、やはりこうタイガーや流星にはあの場で戦えるような選手になってほしいと思いますし、まあ、天心君とできる可能性はまあ少ないかもしれないですけど、まあ、天心君のような選手になってもらいたいですし、まあ、借りを返してもらいたいなというのはありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。